Hello everyone, let's enjoy Javaca. さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。今日のテーマはですね、暗算第5級を目指して、暗算単位、うちの生徒全員ですね、暗算単位を取得してから卒業させたいと、その目標をですね、より確実にするために、今回はですね、それぞれの位で処理していこうというテーマをでお話していきたいと思います。最近、保護者の方もですね、だいぶ興味を持って、いろいろとお話を聞きに来てくれております。その中でイメージ命ですよということで、これを渡してるんですけども、さあ、向かって、右からか。ここから、それぞれの位。これが1の位ですよね。隣が10の位で、100の位。桁でいうと、ここが1の位。ここが1桁だとすると、2桁、3桁と。まあ、1の位1から9、10の位10から90、100の位100から900と。で、それぞれの位でしっかり処理していこうというテーマなんですね。今、3つの大切な要素という話で、九九の計算スピードを上げましょう。5の合成分解の計算スピードを上げましょう。繰り下がりの計算スピードを上げましょうと。それぞれの位で処理するだけなんですよ。例えば、18って入ってるとしましょうか。18。じゃあ、そこに5を足して、5ですから1ですよね。1の位ですよね。だからここで18の8に5を足せないから繰り上がるわけです。友達を引いて10足して23なんですね。じゃあ同じく18に今度は40足して40ですから、10の位、40を足しますからね。10の位で作業すればいい。で、ここに1入ってますから、そこに44を足せばいいんですよね。だから足せない、5の部屋が空いてるので足せますね。5に変身で、58と。で、例えばちょっとまあ、100あるとしましょうか。100。そこに310足してくれと。じゃあ、100のところにまず300なんで、同じ100のところで3を足して、300足して400。で、10なんで、10の位で1を足して、答えは410と。それぞれの位、1の位、10の位、100の位。それぞれの位で、しっかり間違えずに処理をする。ここに24とあった場合ですね。24とあった場合に、そこに30足してくれと。30足してと言われてるのに、1の位に3足したら答えは20なんで間違えますよね。しっかり24があったら30。ここに3を足さなければ、10の位で30を足しますから、10の位で処理する。3を足せばいいんですね。で、50にすれば間違わないと。それぞれの位、まあ、3桁ぐらい、今のところ100の位までですからね。多分、まずここをしっかり。で、暗算単位って、このカード2倍分なんですよ。このカード2倍分ができれば OK なんですね。書き暗算で言うと3桁 ×3 桁ですから、答えは6桁もしくは5桁。今度は割り暗算の場合は5桁もしくは6桁から割っていきますから、まあこれで十分足りると。で、見取り案の場合はですね、3桁で落として、まずは分割間まで区切ってやっていきますんでね、4桁あれば大丈夫ですから。このカード2倍分がしっかり、それぞれ、マックスでだから位で言うと10万の位ですよね。10万の位、万の位、1000の位、100の位、10の位、1の位。このあたりがしっかり最終的には、位、それぞれの位置で処理ができるようになれば OK です。もう3つの、だいぶですね、保護者の皆様に連絡させていただいて、個々でご相談に来ていただける保護者の方が増えてきました。カードお配りしておりますので、ぜひ取りに来てみてください。で、ご自宅での練習はですね、紙を使うとですね、どうしても子供たち嫌がるんですよね。そうじゃなくて、紙を使わずですね、これでですね、食事、休憩の合間、テレビを見てるとき、ゲームやってるときですね、何々君、ちょっといい、ゲームやりながらでいいから、ちょっと頭の中でイメージして、計算してみて、2、8、16、じゃあそこに5足して、5ですから、1の位で勝利しますよ。5足すないので、5を引いて、10を足す。これが繰り上がりの処理ですね。で、21になりますと。じゃあ、13。だいぶ慣れてきたら13って引いてみて、10は10の位の処理で1個引いて、3は1の位、引けないので、10を引いて7を足す。答えは8とかですね。そういうような、イメージをしっかり、紙だとどうしても子供たち、やりたくないな、宿題感覚、勉強感覚が出ますから、いやいやもうじゃあ食事の時にパッと、テレビ見てる時にパッと、イメージ。スポーツでいう試合の前のストレッチだと思って軽くパンパン毎日日々継続して、少しの時間ずつで構いませんからね、そこの計算スピード、3つの大切な要素の計算スピードを上げてもらう。あとは、次の段階としては、位ですね。位をしっかり、まず100の位で処理するのか、10の位で処理するのか、1の位で処理するのかをしっかり間違えずにやることを練習し始めてください。はい、今回もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。